アマダンの方がこの暑い中一生懸命薪をくべてですねお湯を作っていただいております。その釜の中でぐつぐつと煮えたぎったお湯を五平台使ってぐる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 とかき混ぜます。そうすると渦ができまして、その渦のそこにこう遠心力で吸い込まれたお湯が今度気泡となってぐく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 と上がってくるんですね。それが湯玉、湯玉とも呼ばれております。古くはこの湯玉、湯玉の上がり具合によって吉凶占ったと言われておりますけれども、現在ではその方法が分かっておりませんので、いい湯玉、湯玉が上がるとその1年いい年になるんじゃないかと考えられております。天職一生懸命かき混ぜまして、いい湯玉が上がるように記念をしたいと思います。お近くの方はぜひ、最後までご覧いただければと思います。7番目の柿湯でございます。
8座目は第三九というお神楽でございます。第三九は2座目で行いました加納と呼ばれる米を参加いたしましたね、その加納の2人舞でございます。非常に難しい舞でございまして、2人の息を合わせないと、完成しない舞でございます。地方にこちらもお米を参加して、いよいよまた清らかな神楽場をさらに清らかにするためのお神楽でございます。
大賛否でございました。息ぴったりだったと思う方。ありがとうございます。私もそう思います。年に4回ほどしかこの大賛否を奉仕する機会がないので、なかなかやっぱり合わせる機会も少なくてですね、本日の、台風の後ということで、各神社の掃除をしてから参りましたので、正直合わせる時間がなかったという中で、一体あったんじゃないかなと思います。次もですね、二人前になります。笹米というおかずらでございまして、いよいよ、皆様方、待ちに待ったお湯をたくさん浴びる時間がやってまいりました。そのぐつぐつと煮えたぎっておりますお湯を皆様方のところに振りかけさせていただきたいと思います。この泡々とした笹を使いまして振りかけるわけでございますが、これ、なぜ泡々とした笹を使うかと申しますと、この笹の擦れ合う音というのが、神様が降臨される時の音に似つかわしいということで、古くからこの青々とした笹を使い、ご奉仕をしております。この湯しぶきは神々の湯と言われておりまして、この湯しぶきを浴びると、一年、冬を特待で過ごせると言われております。たくさん浴びたい方は、